はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、TH コンプリターさんからですね、お届けしていきたいというふうに思います。私のチャンネルなんですけども、基本的にクラン対戦系の動画を中心に、解説という形で扱っていってます。やっぱりですね、対戦で星3取れるっていうのは、そのクランにいる上でも、とても大きな、ゲームのモチベーションになってくると思うので、そこをですね、こう悩んでらっしゃる方が、もしいらっしゃれば、そういう方の参考になるような動画を、これからもね、どんどん出していきたいというふうに思って、やってるチャンネルですので、もしこれ最後までご覧いただきまして、参考になったなと思ったらグッドボタン、またですね、登録なさってない方がいらっしゃいましたらチャンネル登録もよろしくお願いできればなというふうに思います。というところで、本日はスーパーネクロマンサーのアタックをですね見ていきたいというふうに思うんですけども、これですね、今まで結構自分たくさんの動画スパネク出してきたんですけども、いざ自分が使ってみると実はうまくいかなかったっていうケースが往々にしてありました。これ結構ね、個人的には深刻に思っていたことで、で、ちょっとね、何回かフレッシュで練習してみたんです。そしたらとんでもなく重要なことにご気がついて、本当ね、これ今更になっちゃってごめんなさいっていう感じなんですけども、それをお伝えしていきたいというふうに思います。これが分かると、どうなるかっていうとですね、スーパーネクロマンサーで、60% とか 70% で止まっていた破壊率が結構飛躍的に 90% から 100%、 時間切れのリスクを気にしなきゃいけないレベルにぐらいまで一気に上がると思います。そのぐらいすごい重要なポイントなんで、ぜひね押さえていってもらえたらというふうに思うんですが、ですね、まず1本目見ていただきたいのはこちらですね。ちょっと JWC のその対戦なんで、ちょっとあんまりですね、たくさん動画を上げると相手さんにも申し訳ありませんので、ディープアタッチメントさん、すみません、ちょっと2本だけ本日ここから上げさせてもらって、もう2本はですね、カンクラの方に移ってやっていきたいというふうに思います。で、まずですね、スーパーネクロマンサーがどんだけ強いかっていうところを、ちょっと見てもらいたいと思います。これが一番で多分分かりやすいですね。このタクさんのアタック。いや、これね、結論先に言ってしまうと、序盤で第2捕まえちゃうんですね。これ、グランドオーデンオディヒーやってるんですが、これ、テスラモリに捕まっちゃって、トームを速攻吐かされるんですよ。これ結構致命的なんですね。めちゃくちゃ致命的なこれ状況で、これがもしもペッカボーラーとかペッカイエティとか、またはイエティボーラー系の戦術だと、結構これやばいことになってたんじゃないかなっていうふうに思います。なんですけども、スーパーネクロマンサーの強さが出るのは本当に、ここなんですよね。基本的に、スパネク体力めちゃくちゃあるので、そう簡単にはやられないんですね。なんで、仮にトームがなかったとしても、そこそこ仕事はしてくれるというユニットになっています。で、それにで、じゃあ甘えていいかっていうとそういうわけでもなくて、かつ、でもとはいえども気にしなきゃと思って気にしすぎても良くないっていう、そこのねバランスが今日話したいポイントなんですね。一番難しいところなんですよ。で、今回のタクさんのアタックっていうのはレイジを2発持っていってるんですね。なんで、そのまま一気に壁はスパネクと、このスパネクが生み出すスケルトン、ビッグボーイと言われるこいつですね。で、こじ開けていこうという格好ですね。これレイジをガンガン打って壁あっという間にこじ開けるんですね。めちゃくちゃね、この壁のこじ開け速度が半端なく速いんですよ。このスーパーネクロマンサープラスビッグボーイって、ほら、もう、これレベルマックスの壁ですよ。これを2層目まで、レイジがかかったビッグボーイが簡単に殴り上げちゃうんですね。で、後ろからスーパーネクロマンサーが遠距離でこういうクロスボウとか折っていって、で、アーチャークイーンも壁の中入ってるんで、一緒に壁の1個、内側の施設をやられる前にやっていく。この形が作れるのが、スーパーネクロマンサーの強みなんですね。で、トームを先に吐かされちゃったけども、このトームが、じゃあ必要ないんじゃないっていう話に思えてくるじゃないですか。いや、そうなんですよ。実際、レイジをガンガンに焚いて、こういう風にジャンプの呪文とかを使わず壁を殴り開ける場合っていうのは、レイジヒーラーの状態が持続するんで、フォームがなくても乗り切れちゃうぐらいのポテンシャルがスパネクにはありますよってことが基本なんですね。なんですけども、じゃあそれを今度ジャンプで誘導とかしようと思った場合にはどうなるのかっていうと、これまた一味変わってくると思うんですね。僕ね、ここを大誤解してました。必ず今まで僕ペッカイエディとかよく使ってきたんですけども、こういう攻め方をする場合って一番の天敵何かっていうとタウンホールなんですよね。ここで、ペッカにしても、イエティにしても、大体、このスパネクのコスト半分ぐらいじゃないですか。だから、2倍のユニットを積んでいけるわけですよね。
なってくると爆破ダメージで受けるダメージ総量っていうのも2倍になるんですよ。わかりますかね。タウンホールが爆破して、タウンホールが起こった時の爆破ダメージでユニットが1000ダメージ受けるじゃないですか。そこに、スパネク1体しかいなかったら1000のダメージですね、合計でも。スパネク2体いたら合計2000のダメージを食らうじゃないですかっていうところなんですね。なんで爆破ダメージを結構ですね、瞬間的にものすごいダメージ食らうので、必ず遠目で回避するように結構自分気をつけていたんですね。だけどスーパーネクロマンサーの場合って、そもそも持っていけるユニット数が少ないので、その分体力も高いしコストも、まあ、結構その分食うんですけども、別に、数が多くないから爆破ダメージそんなに気をつける必要ないんですよね。言ってもたかが1000のダメージになってくるわけですよ、パネクビッグボーイ、ペアにしてみれば。でそれよりむしろ怖いのは、この後突入していった先にあるこの火力の集中体ですね。アーチャークイーンがいて、宝石機があって、さらにここグランドウォーゼンゾーロイヤルチャンピオンっていう、こういうところ、この中心部分でここ一気に火力シングルインフェも入ってきますよね。これ集中するタイミング、ここがむしろ怖いんですね。こういう攻撃が全部一体のスパネクなんかに行っちゃった場合には、スパネクの体力が一気に削られて落っこっちゃう、まあ、フィーラーの回復間に合わないんですね。なので分散している攻撃よりもむしろ一体に対する集中砲火があり得る場所でしっかりトームを使っていくっていうのがまず1点で、2点目はさっき爆破ダメージをトーム使わずに超えたっていうことは、まあ言ってもスパネクダメージ受けてるわけなんですよね。受けているので、その受けたダメージを回復する時間が必要なんですよね。今のケースでいくと、 K さんのアタックってここ乗り越えてから、ここでトーム使いましたね。ここでこの部分でトームを使いました。これはタウンホールで受けたダメージっていうのをホームを使うことによって、これ回復してるんですね。回復して、この後こっち今ちょうど、1時方面とか12時方面にスパネクいますけども、このポジションに来たスパネクが体力マックスで いられるようにするわけなんですね。要するに体力満タンの状態で、トーム使ってもあんまり美味しくないんですよ。だって回復しないから。なので、ゆっくりゆっくり体力が削られていくっていうスパネクの特徴を利用して、体力をある程度むしろ削らしても削らさせられちゃってもいいから、ゴムは使わずに、その後減った体力を回復させつつ効果力帯を突破するっていうタイミングだから、タンホールの一歩先ですよね。ここでしっかりとトームを使っていって回復させながら突破していく、無敵で突破していく、この使い方が実はスパネク使う上でめちゃくちゃ重要だということに気がつきました。いや、これね、大きかったですよ。そこを変えてみたら、実は僕タンホール12でこの前の、ポンコスモボンクラ、思いっきりこけたんですよね、スパネク使って。結構ね、入り方は良かったんですけど、なんか伸びなかったんですよ。いや、なんでだと思って、おかしい、完璧なのになと思ったんですけど、もう一人にこれトーム使うタイミングですね。このタンホールが起動するちょっと前に使っちゃったんです、フォームを。なので結局タウンホールをついたあたりでダメージがかさんじゃったスーパーネクロマンサー部隊が、その先にいたクロスボウとかアーチャークイーンとかのダメージをガンガン受けて、タウンホール10位の火力ながらスパネクがやられちゃったんですね。ヒーラー5体つけたのに。ということなので、ここすごい気をつけてもらえればということを、ちょっとお話をしつつ、ちょっとカンクラに行ってですね、もう2本見てもらいながら深掘っていきたいと思います。どうぞ。はい、ではこちらですね、パンセッタさんのアタックちょっと見ていきたいというふうに思います。まあ、基本的にさっきまでの話を覚えておいていただけると、まあ、それ以上、改めてこれでもう一回同じことを言うつもりはないので、ちょっとですね、基本に戻った話をしたいというふうに思うんですけども、まずこれ今、パンセッタさん、ここ、クエイクライトニングで、投石と、クロスボウっていきましたね。で、これ結構やっぱね、大事なんですね。シングルインフェルノもすごく苦手なんですけども、スーパーネクロマンサーって。まあ、クロスボウとか、投石機も当然ながら、個体に対するダメージが大きいので、なるべく受けたくないんですね。でこういう、投石、クロス、インフェルノ、まあ、シングルかな、シングルインフェルノ、これを、ライトニングで巻き込んで折れて、まあ、かつその折ったところから外側にこうね、グランドオーデンのオデヒーで奥深くまでこうカットをつなげられる場所、すごく美味しいですね。こういうところが狙えて、かつこのサイドから出したスパネクがこういう風に取っていくわけなんですけども、タウンホールにしっかりとリーチできるかどうか、これめっちゃ大事です。タウンホールをスルーしちゃうような攻め方になってしまうと、
アンホールやっぱりケアできないと、こうね、ギガインフェルノの攻撃結構粘っこいので、粘っこいっていうか、まあ、痛いわけですね、結構ね。痛いので、しっかりとこれが処理できるようなルートでスパンデックが歩かしていけるかですね。で、アーシャークイーンがそこにアプローチしておってくれてましたけども、これ、今、タウンホールに削られたアーチャークイーンの体力がこういう風に回復してますよね。これスパネクでも同じなんですけども、今回アーチャークイーンです。やられかけても終わったはずのアーチャークイーンがここで復活して体力満タンになってるわけですよ。トウモを使ってる最中にです。トウモを使うと当然同じ話またしちゃったな、ごめんなさい。トウモを使うと体力満タンになったユニットはヒーラーが離れて別ユニットを回復しますよね。なのでまんべんなく体力が全部回復できて、こういう風にユニットが生き返るんですね。でリセットした状態で、最大火力のところを突破していけるっていう、まあ、この利点があるので、まあ、何せやっぱり使うタイミングは高火力帯に当たる部分ではなくて、当たった少し後ですね、そこら辺で使ってみるっていうのが体力を回復させるためのフォームなんだっていうところを意識してもらうといいのかなというふうに。あ、綺麗ですね。私この時点で黒く残しているのは非常に美味しくて、若干ちょっとね、これ、シングルインフェルノが3時方面怖かったなと思ったんですけども、これトームが使えるのはやっぱりでかいですね。はい、これで突破して、あとはもうイーグルホームを壊したのでお掃除タイムという形ですね。この時点でしっかりスーパーネクロマンサーがまだ2体かな、生き残っているので、これだいぶ十分な数ですね。もともと4体しか持っていけないので、まあ、3体4体残ることもあるんですけども、まあ、2体残ればそんなに問題ないかなっていう感じなのではないかなと個人的には思っています。ちなみにこれでアタック時間2分、45秒ぐらいですね。まあ、あまり余裕があるかっていうとそうでもないんですけども、まあ、今そのターンホール13、ユニットコストが300まで持っていけるようになったっていうところが大きくて、まあ、それによって、スーパーネクロマンサーのですね、時間切れを、避けるための回収ユニットがだいぶ、持っていける環境になりました。まあ、やっぱりバルキリーとかホグライダーがいいですね。ホグライダーは壁の椅子を内側削りたい場合、壁の外装をどんどんカットしたい、で時間を短縮したいっていう場合にはバルキリーっていうのが、まあ、いいのかなというふうに。で、ラストですね、リュウさんのアタック見てほしいんですが、これスパネクではないです。スーパーネクロマンサーをさっきずっと見てもらったんですけども、じゃあこういうですねペッカ系の戦術、このペッカスタビズですね、今回ねこういう戦術やる場合どうなのっていうところをちょっと見てもらえたらと思います。これ秘書権なんでしっかりと、ここでトルネードの回収やってますね。これはもう、ネタが割れてるのでリュウさん的確です。でこの戦も結構うまいんだよな。普通に見応えがあるんですけど、攻撃艦を落としていって、イエティでこのイングルインフェルのイーグル砲を折っていきつつ、アーチャークイーンをしっかりとこれですね、内側にカットしたとき、歩かしたときに、横打ちされないようにカットができるのにでかいですよね。でこうなってくると、あとはアーチャークイーンがどんどん進軍していくわけなんですけど、グランドオーレのオデヒーをつけていきます。これね、アーチャークイーンの体力は増えませんが、進軍速度が上がりますので、まあ、時間切れリスク防止にはなるかと。で、バーバリアンキングからのストライカー、プラスネクロマンサーでしっかり相手のロイちゃん処理して、ペッカをこれ3時方面から出してきましたね。これね、うまかったですね。ここから出しちゃうと、ペッカがこっちにこう恐れちゃう可能性があって、行かないっていうケースがあるので、それをなくすためにしっかり3時方面からこう当てていったっていう、多分これとっさの判断ですね。で、ホームのタイミング見てください。これ、相手のターンホールに差し掛かるかなっていうところらへん、防衛軍しっかりポイズン当てていって、はい、ここですね、ターンホールに当たる直前でこう、トーム打ってきましたね。で、これは、さっきのスパネルとは全然違って、ペッカとかスパビズが、爆破ダメージでいっぺんにダメージ受けたりして、宝石とかにこうの、追加ダメージ食らってやられちゃうっていうケースを防いでいます。なので、爆破ダメージでスパビズ全部をやられちゃったら、すごくもったいないじゃないですか。なので、そうさせないように、爆破ダメージを絶対食らわないタイミングでのトームを使ったということですね。これはもうダメージ回避用のトームで、さっきの回復用のトームとは全然別の目的のある使い方をしてるんで、ここは同じトームなんですけども、目的の違いよく理解する必要があるのかなというふうに思います。いや、この点本当ポイントってやっぱり大きいですよね。そこをちゃんと理解できないとスパネク使えないなっていうのに本当気づいて、今まで自分のチャンネルで結構紹介してきた中でここね触れられてこなかったので、まあ、ぜひですね今回の動画の中でご参考にしていただきながら、スパネク編成ですね、非常に強い編成であることは間違いないので、使いこなしてみていただけたらと思います。
というふうに思っております。で、あとはこれスパビズが壊すのかな、スパビズが壁を殴り開けて最後バイクの小屋をよっこらせという感じですね。ナイス全開でした。いやーでも本当にね、スパネクも強いし、それを使うための基礎技術っていうのはやっぱりそのペッカイエティとか、まあ、イエティ系の戦術、ペッカ系の戦術に通じるものがあるので、どうしてもね、その遠目のタイミングってペッカイエティとかと同じように判断しがちになっちゃうんですけども、まあ、そうではなくてですね、スパネクの場合には少し遅らせるってところをよく意識してもらうといいのかなというところで、その違いは、小さいようですごく大きく結果に響くので、覚えておいていただければなと思います。どうでしたでしょうか。本日はですね、スーパーネクロマンサーとペッカイエティのトームの使い方というところにね、着目してお話をさせていただきました。これ参考になったなと思いましたら、ぜひチャンネル登録またはグッドボタン、やってもらえたらすごく嬉しくなります。とても励みになりますのでよろしくお願いします。またですね、私のチャンネルタウンホール13だけではなく12、21と幅広くタウンホールで扱っていきますので、これからもですね、ぜひご視聴を継続してしていただけたらなというふうに思っております。というところで、本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。